どうも、正代です。気まぐれで買ったゲームのウォーキングデッドを買ってもう1週間が経ち、はーい、シーズン2というわけでですね、前作のウォーキングデッドを買ってからもう1週間経ったんですけど、もうね、ストーリーがね、面白すぎてですね、はい、シーズン2です。ゲーム性で言うとね、このウォーキングデッドはね、あんまりね、面白くはないね。バイオハザードとかと違ってね、あんまりね、スカッとするようなゲームじゃないんだよね。完全に物語を遊んでいくような感じかな。このゲームね、人間としてね、どうやって生きていくかっていうのもね、ちょっと問われてくるので、そこはね、面白いところだよね。いかにね、ゾンビになった世界でも人として人間らしく生きていくかとかね、そういうのをね、問われるゲームだと僕は思います。今回のこっちのやつはですね、シーズン2ということで続編です。さっきから見せてると思うんだけどね、前作をやると、そのやったデータがですね、こっちのね、シーズン2にね、引き継ぎができるということで、自分がね、シーズン1で、どう辿ってきたかっていうのがね、ちゃんと引き継がれるそうで、そこもね、また面白いなと思いますよ。まあ、とりあえずね、何が言いたいかというとね、気まぐれで買ったはずのゲームがね、もう気づいたら2作目買ってたって話です。でも、ね、このゲームやるとね、ほんと人間っていうのがね、何なのかっていうのがね、めっちゃくちゃわかるよ。もしね、ゾンビの世界とかがね、現実に起こったらね、こういうことが起きるんだなってね、予習しといた方がいいと思いますよ。ああ人間の醜さがね、出てくるから。このゲームは選択次第であなたがどういう人間か分かるゲームになっていると思います。皆さんの中でね、ゲームのウォーキングデッドやってみたいなと思った方ですね、ぜひ買ってみてはどうでしょう。まずこっちのシーズン1からやると、こっちのシーズン2が面白くなると思います。ちなみにこのゲームは18歳未満は買えません。それではまた会いましょう。バイバイ。